はい、皆さんこんにちは。無心でタルコフをやり続けます、ゆっくり霊夢です。はい、マリサだぜ。今日はショアラインか。うむうむ、今日はドンパチをしに行こうかと思ってね。ということで本日のお供はこちら、ケース 23M を使ってくぜ。ショットガンでやる気か。ふふ、こいつをそこらのショットガンと考えるな。これは言うなれば大砲。近接戦闘においてケース 23M を相手にするほど怖いもんはないですぜ。使用する弾薬はシャープネル10を使用します。 8×87 のボディダメージで足をえぐればワンパンです。それは恐ろしい。これで迫り来る相手を溶かしていくぜ。というわけでショアラインで物資あさりつつ戦闘を楽しむ所存。今回はフレンドさんも同じ装備で行くぜ。二人揃って大砲持ちか。倒したらうまい、倒されても痛くない装備だから気軽だぜ。じゃあ中に突撃するぜ。まあ予想はしてたけど一回に誰かいそう。ほらね、さあ出番だぞ相棒。どうやらフレンドさんが一人仕留めたみたい。うまくいけば足一撃だもんな。まさにレップメタの頂点。フレンドさんが下がりたいみたいなのでカバーしますぞ。うん、これ2回からだな。くらえや、仕留めきれねえ。もう一発、うまくいかねえ。二発目足に当たってないな。はい、復活、セカンドアタック行くぞい。東棟107号室オープン。私ここで一回ブルーカードキー拾ったんだよね。そう、何度も出る代物でもないだろ。一応確認ね、今はレッドカードキーが欲しいのだけど、うん、なさそうね。二階へ上りレッドカードキーガチャに行きます。さあ、あるかなあるかな。うん、これはなさそう、残念。連絡通路使って西東へ行きましょう。いないよね。よし行くぞ。ちょっと待って、今なんかチラって見えたぞ。うお、やっべ、退避退避。この部屋入ってどうするか考えますか。場が動かないのでダッシュで下がって中央棟に行きましょう。火打たないでくれよ。ふう、助かった。ベランダ降りていくのか。まあそうなるね。下手に階段使うよりも安全かと。西東のやつがどこに行ったかわからんな。中央棟を経由して西東に向かいます。どうやらいるっぽい。やり合ってんな。さすがに詰めては来ないかな。うん、どうしましょう。このまま3階に上がるのも悪くないかな。爆発と同時に上を取ります。まあこうして崩落穴から見てるけど来ないよね。めっちゃフラグ投げてくるな。もうほんと怖いですわ。走行している間にフレンドさんがやられてしまった。3階に上がってくる様子はないです。仕方ない、ここは詰めますぞい。ここから来そう。来い来い来い。そっちか。ダメだ、仕留めきれてない。もう一丁。あかん、壁に打っちまった。いよいよまずくなったな。弾も入ってねえからクソやばい。これリロード遅いんだよね。いかん、詰められてる。せめて一人は持っていきたい。無理だー。圧倒的人数差よ。蘇ってきた。諦めなければできる。積極的に戦うぞい。東棟の1階には誰もいなかったわ。2階と3階も制圧してしまいましょう。うん、今なんか見えたぞ。あ、いるなこれ。次こそは仕留めるぞ。もう一丁。ふふふふ、やっと一人目を仕留めたぜ。君もショットガンかい。しかも2丁も持ってるな。いただけるものはいただいていきます。最初の一人以外は静かでしたわ。鍵部屋漁って物資いっぱいにして帰ります。ではニンニン。はい、突然ですがリゾート内からお届け。どこここ？ちょうど東棟の1階サニター部屋の前となっています。入った瞬間敵とにらめっこになってしまったのですわい。足音が聞こえるでしょ。鍵開けてる。右からも来てるぞこれ。フレンドさんと同時打ちで2人持っていく。あとはサニター部屋じゃ。そこにいるのは分かっているんだぞ。くっそ、扉閉めたな。まあいいだろう。フレンドさんがフラグを入れるので扉を開けます。さあこれで飛ぶかな。どうだろう、今爆発したところより奥にいる気がする。ちら、あれ見えない。いでででででで。どこだよもう。適当に威嚇射撃しとこ。念のためもう一個投げるそうだ。もうこれで生きてはいないだろ。さすがに制圧できたでしょう。ナムナム。はい、お楽しみの物色タイムです。うん、ケイソーマン、一応もらっておく。私たちの取り分は仕留めた奴がもらうことになっています。今回は私は一人だけだったのですが、フレンドさんが持てないようなのでもらっちゃいます。SKS もらっちった。このまま2階に上がって鍵部屋でも漁りますぜ。帰らないの？バカを言うな。稼げる時に稼ぐのだよ。3階はいなさそうなので私は2階から漁りますぜ。うん、フレンドさんかな？バカ違うぞ。うお、やっべ。ふう、一報告の大切さよ。さあここからどうしたもんか。私だから。こっちがフレンドさんか。危ねえ、死ぬところだった。一旦、奥の部屋に退避。フレンドさんが戦ってるのを応援しつつ回復します。あ、やっぱ詰めてきそう。このポジションよくね。足元は私、胴体はフレンドさんが撃ちますぜ。さっき拾った AK 使ってるね。ぐっそ仕留め損なった。うわん、フレンドさんがやられちまった。お前よく外すよな。いや難しいんだよこれ。はい、物色タイムです。なかなかいいもの持ってるね。フレンドさんに謝っとけよ。ちゃんと装備は隠しておいたから、まあ多分バレないかな。多分ね。なんでそこ自信ないんだよ。一人寂しく帰宅です。次こそは二人で帰りたい。中央棟を経由して東棟に向かいます。さっき銃声がしてたからまだ PMC がいそうな雰囲気。狩るぜ狩るぜ。
いるぞいるぞ。接近戦が強いフレンドさんが前で戦ってくれます。ほら一人やったみたい。すべて任せればいいって感じだな。私はうまいところだけを吸い取れればいいのです。うろろろろ。計3人の PMC が転がってますね。つまり魚振ったってことですわい。3人分はうまいな。どれどれどれ、いい AKM じゃないの。最近リゾートで AKM 使う人多いね。屋外だと反動があって使いづらいからかな。私は積極的には使わない武器だけども、弾が当たらないんだよね。エイムの問題だな。うるせえ。さてとなんか足音したような、こっちだな。ほら来た。くっそやっぱり引けばよかったかな。撤退撤退。ふふ、これで奴は追いかけてくるだろう。しかしこれは作戦だぜ。お前まさか。フレンドさんが構えているんだなこれが。こいつ自分じゃ勝てないからって普通押し付けるか。ほら勝負あったみたいよ。お疲れっす。これで物資はうまうまなので帰宅ですぜ。計4人分の PMC の武器類が回収できたのでうまうま。ではニンニン。なんか珍しく敵がいないリゾートです。東島を漁った後に西島の3階に到着。ここも空いてないね。珍しいな。さあいいものないかな。来たこれ、LEDX、ムフフフフフフ。フレンドさんに LEDX を取ったのがバレました。あの契約か。そう私はカードキー類はくれる代わりに LEDX は全て差し出さなければならないのです。私、1枚ももらったことないよ。詐欺ですねこれは。代わりにテトリスくれました。これはありがたいぜ。敵がいないので次のレイドに行きましょう。はい、いつもの光景、飽きずに東島に進むよな。ここが接敵率が高い気がするからね。じゃゴーゴー。まずは3回制圧から、どうやら誰かいるっぽい、出てこないかな、威嚇射撃でもしとこ。どうやら見つけたっぽいけどカバーいけねえ、部屋にこもってるのか。そうなんだよ、私は廊下に出てくるところを見てるしかないね。そろそろ突っ込むっぽい、健闘を祈る。あ、うん、仇は取ったる、さあどうすっかな。てなわけで突っ込んでみた、隣の部屋だな。あやっぺ、オンオン。サーバーを味方につけたわ。まさに最強。OMP7 じゃないか、これはうまうま。はい、近くで脱出できるのでそこから帰りますぜ。ではニンニン。見慣れた光景。まあね仕方ないのさ、突撃開始。まだ誰もいないみたい。サニター部屋は漁されそうですね。まあ私が漁るのではないですけど、107号室でも開けますか。うん、なんか怪しい気がするな。たまに窓から見られるんだよね。やっぱりいるわ。一定、鍵開けなくてよかった。さあどうすっかな。フレンドさんはサニター部屋か。そうだね、となると出ることも厳しいかな。おそらくサニター部屋に入ってきそうらしいので2階を取って崩落穴から見ようと思います。間に合え。ダメでした。一歩遅かったです。となるとサニター部屋には誰かいるってことか。せめてそいつだけでもやれたらな。フラグでも投げてやろうかしら。うん、あこれ撃てるな。ステンバイステンバイ。よし敵は取った。このまま中央の階段あかーん。くらいやがれ。さよならマイエイム。もともとねえけどな。黙れ。東島2階にやってきました。さてレッドカードキーガチャでもしますか。まあ今回もないな。もうどうやら敵が来てしまったようだ。それも複数人。部屋にこもれば大丈夫かな。一人相手だったらいいけど二人で突っ込まれるとまずいかな。今は待ちます。そろそろ入ってきそうな感じがする。迎え撃つか。あれ当たってないのかな。ダメだ溶けねえ。残弾はあと2発クーリロードしておくか。来るなよ来ないでよ。あやっぱめっちゃ決め打ちしてるけど位置分かってないな。今バレたね。さあ来いさあ来い。おっしゃ、まずは1人目。これもう1人いるわず。あ終わったかも。1人は持ってけたから満足。まあ仕方なしやな。クッソフレンドさんがやられた。ちょうど転がってるやつかな。違うあれは敵みたい。一定、やばい。すぐに出血するな。もう瀕死だぞ。詰めてきてるから回復する暇ねえわ。よし当たったな。あと一発当てれば勝てる。よしもらった。死んじゃうからもう瀕死だから。また AKM だ。ほんと多いなこれ。私も使ってみようかな。残念だけど一度帰宅してまた出直すぜ。次こそは覇者になりたい。どうやらいるっぽいぞ。でもこもってるから出てこなさそう。そうでもなかったわ。見た感じ軽装だな。一応漁っておきますよ。なるほどなるほど。一応カバンに詰めておこうかな。注射とフラグはいいね。東島から西島3階にやってきました。人の気配がないので大丈夫でしょう。301号室までクリアか確認しなくては。うん大丈夫そう。私は別の部屋にでも隠れていますか。誰か来てしまった。でもおそらく301号室にいるフレンドさんに気を取られて私に気がついてなさそう。ということでわざと足音立ててもらったり銃を撃ってもらうようにしてます。敵さんも同じケースショットガンか。今やおっしゃ、これぞレップメタ。やっと気持ちのいいキルができたわい。これをするためにやっているようなもんだからな。やっぱり同業者だった。でも装備はお前よりいいな。ほんと悲しいかな。レップメタの場合装備つけても関係ないからね。いつかレップアーマーとか出そう。それはそれで面白そう。
ハイレードで直してきました。最悪なことに移動中に接敵しました。それにフレンドさんとチリジリになってしまってます。敵とフレンドさんの位置がわからない状態です。ってことで一旦待機。無事に合流、でも戦闘中だったわ。敵はどこにいるんだ？おそらくこの丘を越えたところ、それも機械らしい。屋外のKS23M はどこまでやってくれるのでしょうか。いた、多分こいつや。くらえ、足を狙えよ足を。んなことわかってるわ。あーフレンドさんだ。あーやつめゆるさん、しっかしどこだ。おったおった、まだ倒れないのかよ。いってえ、かなりしぶといな。弾が拡散して当たってないんじゃないかこれ。逃げられたかと思ってぐるぐるしてたら、さっき打ち合ってたやつキルしてたわ。よっしゃ漁るぜ。場所が場所なのでささっと回収しましょう。フレンドさんの武器も隠さないといけないからね。ってなわけで本日はここまで。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さん良いタルコフライフを。またね。